どうも、北山水泳です。はい、今日はインカレ最終日でございます。はい、今日ついに一番強い大学が決まります。はい、今日は全体で言うと4種目ですね。早速見ていきましょう。こんな感じでございました。はい、まずは 50m 自由形でございますね。女子の結果はこんな感じで、神野選手が優勝でございました。25秒29というタイムです。はい、このタイムはね、ベストとまではいきませんが、かなりベストに近いタイムでの優勝でございました。まあ、昨日ね、神野選手リレーでフリーかなり早かったんで、今回もかなり期待できましたが、見事優勝でございました。はい、ラストイヤーの2人がワンツーを取って、3位4位は1年生ルーキーたちが取ったという形になりました。はい、まあ、タイム的にはね、まあ、割と余裕があったというか、まあ、いけたかなって感じでございます。はい、まあ、そろそろこの種目も、大会記録が24秒93でございますので、この辺の24秒台に迫るタイムも見たいなといった感じでございますね。はい、次男子です。男子の半振りは重藤選手が優勝でございました。タイムは22秒17。これいいタイムですね。重藤選手はこちらのタイム、おそらくベストを更新してきております。はい。で、2位が今回同着、22秒54の同着でございました。はい。にしても重藤選手はかなり余裕のある優勝でしたね。第2位と 0.4 秒弱ほどタイム差が開きました。結構余裕がありましたね。タイム的には非常に素晴らしいタイムでベストを更新してますので、今後も非常に楽しみな結果になるといいかなっていう感じがありますね。21秒台がちょっと見えてきましたね。はい。ハンフリのこの、近畿大学は、昨日もリレーでかなり大活躍しましたので、はい、近大は期待ができる選手が増えてきましたね。はい、次が 100m バタフライです。はい、この種目は広下選手が優勝でございました。58秒00、もう少しで57秒台でございました。はい、この種目に関しては、松本選手を下しての優勝でございます。はい、まあ、オリンピック行った選手、まあ、この種目じゃないんですけどね、オリンピックに行った選手を見事に、倒しての優勝ですので、かなり良かったと思います。大学4年生、こちらもラストイヤーの2人が、ワンツーを占めておりますね。まあ、今回珍しくこの種目は1年生が少なかったですね。1年生は太田選手のみでございました。はい、次男子でございます。男子の方は鳴島選手が優勝でございました。はい、52秒21というタイムですね。はい、で第2位ですね、寺門選手、 200m バタフライのオリンピック代表の寺門選手が第2位に入ってきています。松川選手第3位というふうに、この辺のタイム52秒32あたりでかなり競った感じがありますね。この上位3名は前半のタイムもかなりほとんど一緒のタイムだったんで、まあ、最後まで誰が勝つか分かんなかったっていう感じがあったんですが、鳴島選手ラストでかなり上げてまいりましたという感じでしたね。はい、タイムかなり接戦でございましたので、見てる側としてはかなり面白いレース展開でございました。はい、次が女子 200m 平泳ぎです。こちらは加藤選手が優勝ですね。2分24秒56というタイムでございました。はい、第2位とは2秒以上差が開きましたね。 100m の方でも加藤選手は優勝しておりまして、かなりいい感じの調子と思われましたが、はい、100m は1分6秒を出してきたので、まあ、200m も期待ができましたが、 200m もさすが圧倒的なレース展開にしてくれましたね。まあ、どちらかというと前半ぶち上げていくというレース展開というよりかは、後半に周りを離していくようなレース展開でございました。素晴らしいです。はい、上位3名今回全員1年生ということで、はい、100m に引き続き1年生が強いレースになりましたね。はい、次が男子 200m 平泳ぎです。はい、この種目は広島選手が優勝でした。広島選手早かったね。2分9秒09というかなりいいタイムでの優勝でございました。広島選手はベスト更新での優勝ですね。はい、にしてもやっぱりね、 200m 平泳ぎという種目は日本レベルがかなり高いですね。上位3名までが2分10秒、はい、ということで、かなり全国的、世界的に見てもレベルが高いと思われます。はい、まあ、2位3位吉田選手と鎌田選手はかなり接戦となりましたが、ラストの 50m で吉田選手がまくってきての優勝という形になりました。は
はい、次が 800m のフリーリレーでございます。はい、この種目は近畿大学が優勝でした。はい、近大、早稲田、中央といった話ですね。近大かなりいいですね。なんか、まあ、男子もそうですけども、かなりチーム力が上がっているような印象があります。リレーになるとかなり強いですね。はい、まあ、今回難波選手が第1泳者1分58秒89というリードを保って、前半ぶち込んでいって、そのリードを保っていって優勝っていう形になりましたね。はい、まあ、本当に最後の大島選手から2分を割ってきてくれたので、この辺でかなりいい感じかなっていう感じです。はい、まあ、途中ね、若干リードを奪われる場面もあったんですが、うまく巻き返してこれて、かなりいいレース展開ができたんじゃないかなというふうに思います。さすが近大といった形でございました。はい、中央はね、最終泳者に池本選手を置いてたんですが、ちょっと池本選手でも巻き返さなかった差という感じですね。はい、次が男子の 800m フリーリレーです。はい、こちらは明治が取りました。明治、日大、東洋と続きます。はい、まあね、日大がかなり強かったですね。日大が本当に強かったんですが、最終泳者、明治大学が田淵選手でしっかりと追い返してきての優勝という形になりました。はい、そういった意味では本当に田淵選手強かったですね。はい、全体的に見てやっぱりアベレージタイムが結構でかいなというふうに思いますね。全体でいうとやはり柳本選手が1分47秒を出してますので強いんですが、まあ、明治大学は1分50秒かかってる選手が1人もいないといった点ではアベレージとしてはかなり強いと思います。はい、総合力でしっかりと差を見せつけてきました。さすが明治大学です。はい、今回以上でございました。一応全体の総合成績を見ていくんですが、まあ、総合成績明日ね、ちょっと全体の総合成績を見ていこうと思うんですが、まあ、トップ3まで見ていきましょう。男子女子こんな感じでした。はい、今回優勝は男子明治大学、はい、女子が神奈川大学となりました。はい、まあね、女子に関しては中京も強かったんですけども、まあ、ちょっと20点弱差で神奈川大学が今回取りました。はい、そして、男子の方は圧倒的差ですね。100点以上差が開きました。明治大学が優勝でございます。はい、やっぱりね、総合でね、リレーも強かったし個人も強かったっていうのが明治ですね。はい、この辺の総合力でやはり明治大学は取ってきました。まあ、近大が今回第2位に入ったのがすごいなと思いますね。はい、近大今回かなり、すごいレースを見せてくれたかなというふうに思います。はい、どんどん強くなってますね、近大は。まあ、日大が男子女子ともにちょっとランク下がっちゃったなっていう感じはあります。はい、また細かい点は明日見ていこうと思います。では今回は一旦以上でございます。インカレ、皆様お疲れ様でした。とてもいいレースが見れました。ありがとうございます。では今回以上。